増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。新型コロナウイルスの発生以来、政治経済ともに中央銀行の支配下のようになってしまっているということなんですが、これは一体どういうことなのでしょうか。先生、解説をお願いいたします。そうですね、今までから別に変わったことではないわけなんですが、特に最近ですね、それが目立ち始めたということなんですね。皆さん、この世界は資本主義のもとにあると、中国その他いわゆる共産主義国あるいは全体主義国家は別ですが、おおむねですね、自由主義国家陣営は資本主義の体制になっているということですね。で、この資本というのは、これお金のことでありまして、身の回りで言うならば通貨、お札ということになるんですね。国家を考えてみてもですね、国民のために国家はいろいろなサービスをする、つまり国家予算というものを立ててですね、国民のためにサービスをするわけですが、その国家予算というこの予算はお金のことですね。経済もですね、市場があって株式市場その他商品市場その他いろいろ市場がありますが、この市場で、この取り回っているのはこれがまた資本お金ですね。また国民生活を見てもですね、お勤めの方は、サラリーマンの方は給料もらってですね、家計を運営する、自営業の方いろいろありますが、国民の生活、人々の生活というのはですね、家計簿を見れば分かる通り、お金があってですね、初めて生活ができるということでですね、何からかにまで、この世の中、人間社会というものはですね、お金がなくては成り立たないというのがですね、この資本主義社会であり、資本主義体制ですね。ですから、その資本である通貨を発行する権限を持っている、これがですね、中央銀行ですね。日本で言えば日銀、アメリカで言えば FRB、 ヨーロッパで言えば欧州中央銀行 ECB と、こういうことになるわけですね。ここがですね、中央銀行がお金を発行し、そしてその発行されたお金をですね、元に、そのお金の元にですね、政治経済が成り立っているということですから、元よりこの中央銀行がいわば政治経済の上にそびえ立っているというイメージを持ってもおかしくはないということですね。この資本主義イコール中央銀行制度と言っても過言ではないですね。そういう意味でこの資本主義社会というものは中央銀行制度のもとにあるということなんです。で、このところなぜこの中央銀行の支配というものが顕著になってきたかといいますと、コロナウイルスのためにですね、日本は国家予算の2倍の230兆円ですか、この補正予算を立てなければ、アメリカもですね、700兆円からのですね、対策を立てている、こういうことで、アメリカにしても日本にしても、あるいはまたヨーロッパにしてもですね、国家財政というのは、潜在的破綻状態にあると言われるぐらいですね、今まで金融緩和をやりすぎまして、中央銀行の、資産の中、中央銀行のバランスシートの中のですね、資産、すなわち国債であるとか社債であるとか、あるいは不動産担保証券であるとか、そういったですね、資産が少し過剰になりすぎてるんですね。そこへ持ってきてコロナウイルスで国家はさらに無理をしてですね、この出動しなきゃならないということになって、中央銀行はさらに
この国債を購入しなければならないという羽目に陥ったわけですから、いよいよですね、お金が必要になればなるほど中央銀行からのですね、支援といいましょうか、中央銀行の方からのですね、通貨の供給ということに頼るようになるんですね。これが顕著になってきたために、この中央銀行のあるいは政治経済に対するですね、支配力が強くなってきたということがですね、いろいろ言われているわけなんです。ここで大問題はですね、確かに中央銀行のに負うところが多いと、経済も政治もこういうふうに新型コロナウイルスでこの苦境に陥ればですね、苦境になった時に頼りになるのはお金ですから、そしてそのお金を作ってくれるのが中央銀行ですから、ここへですね、頭を下げるということになる。頭を下げるということは従うということになり、そして、中央銀行の支配というような言葉が飛び交うようになってくるという、そういうためにですね、このところ中央銀行ということがですね、いろいろと取り沙汰されているわけです。で、ここで問題はですね、先ほど言いましたように、アメリカの場合は2008年から、日本の場合は2013年、ヨーロッパの場合も2013年からですね、金融緩和をずっと続けてきまして、経済はですね、いわゆる金融バブルと言われるようにですね、いわゆるその緩和資金のためにですね、経済が膨張しすぎるぐらいになってしまったということでですね、それぞれの企業の負債も増える、それからいわゆる国の借金もどんどんと膨らんできた。そして中央銀行の方はですね、資産が増えすぎた、つまり国の借金を持ちすぎたということで、全てがですね、この過剰状態になっているわけですね。で、そこで肝心からめのこの中央銀行がですね、中央銀行のバランスシートが資産過剰状態になっている。そこへこのコロナウイルスでさらにその資産を買わなければならないということになって、今問題はですね、中央銀行が政治経済を支配しているというのはいいんですけども、肝心からめのその中央銀行の信頼がですね、今揺らいかけてきている。つまり中央銀行のバランスシートを見ると、もう不良債権の山になっている。不良債権というのは、それぞれの国の国債というのはもう破綻状態になっているわけですから、不良債権。その不良債権がですね、溜まりすぎているから、肝心からめのお金を発行する中央銀行の信頼がこれから揺らぎかけてきている。ここがですね、最大の問題なんですね。というふうに皆さん頭の中に取っていただいて、中央銀行支配もいいんですけど、支配していただく中央銀行の方の信用がですね、地に落ちたら全て終わりになるとこういうこと、そういうですね、兆しが見えてきてるんだというふうに認識していただくといいんではないでしょうかね。増田先生、ありがとうございます。